それでは、LGBT のことで、昨日ちょっとできなかったんですけども、6番。ね、これ素晴らしいですね。県立のね、浦和高校。これはもうね、超名門校ですよ。で、男子校なんですね。で、浦和高校生を前に、教育委員会、県の教育委員会の担当者がですね、同校に行って、当事者の考え方を訴えて、まあ、実際、現役高校生の感想を聞いてみたと。そうすると、この春卒業したばかりの有志、まあ、150人が参加をしてくれたということなんですが、まあ、やっぱりね、男女差別をなくす観点から共学化を早期実現するという方向性に対して、生徒会が今月実施したアンケートでは、回答した約800人のうち86%の生徒が共学に反対、どちらかといえば反対という、まあ、答えを教育委員会に突きつけたということであります。で、まあ、なるほど、頼もしいなと思ったのは、共学化のメリットを示してほしいということのみならずですね、つまり別学、つまり男子校であるっていうことの選択肢を奪う、男子校がいいんだ、これもまた多様性だろうと。その多様性をあなた方が踏みにじってるんじゃないですかっていうね、まあ高校生として見事な打ち返しをしてくれたわけでありますね。これ LGBT をね、徹底的に推進した国会議員の皆さんもね、同席して聞いてもらいたかったんですね。これなかなか頼もしい話じゃないですか、九段長。はい、そうですね。僕のコメントもいいですか？どうぞ、7番どうぞ。ええ、これ私もですね、共学も男子校7も番紹女子介してください。はい。校。はい。これ同じ記事に私はですね、別の、まあ、コメントをつけたんですね。共学も男子校も、女子校も選べるのが多様性でしょうかと。多様性バカと、まあね、こういうふうに厳しく言わせていただきました。多様性バカの考える多様性は選択肢がなく一つの思想を押し付けるファシズム。このように、まあ、私はコメントしました。実際私は、中学高校と男子校の出身なんですよ。小学校は、地元の、区立の小学校で共学。で、大学は、共学。しかし、大学の付属の、中高出たんですけど、私は中高と男子校で、で、まあ、高校の時には付属の女子校も、あったので、男子校と女子校と、あるいはもう一つ、共学の高校もあったんですけど、共学じゃない、もう一つも男子校だ。の、三者で、部活を一緒にやるっていうことをやっていたので、学校か、授業が終わった後、まあ、同じ年代の、まあ、その女子高生と、一緒にクラブ活動をするっていうことで接する機会があったんですけれども、学校自身は、男子校だったんですね。で、僕はその環境でとても良かったなと思うのは、やっぱりね、女子がいると、友達仲間がね、コンペティターになっちゃうわけですよ。女性の前でこう、格好つけて、この人よりも自分を差別化してよく見せたいみたいなね。やっぱりビヘイビアが変わってくるわけですよね。そういうことなく、まあ、まあ、思春期って難しい時期をですね、一つの、まあ、女性にこうモテたいとか、かっこつけたいとか、よく思われたいとか、そういうことと関係なく、まあ、議論したり、好きなことを突き詰めたり、まあ、いろんなことができた、私はこの、中高の男子校生活っていうのは、すごい良かったな。で、多分女子校の人たちも同じような思いを持ってらっしゃると思うんです。だから、共学に反対してるんです。共学も男子校も女子校も選べるのがいい。で、それを全部、
けしからん、全部共学にせよっていうのは、私は多様性を否定していると思います。全くその通りですね。はい。僕はずっと共学だったんでね。ただね、あ、でも大学は、大学ね、同学年が同じ学部で618人いて、女の子ね、12人だったんですよ。その時初めてね、ああ、女の子のいない、教室っていうのは初めて経験して、まあ私は共学がいいかな。もう思春期、多感な頃、もうそんなことばっかり考えていた、長尾隆で、ございました。はい、何を喋ってんだ。はい、それではですね、次、キューバ行きましょうか。これは副団長のツイートなので、解説とコメント合わせてお願いします。キューバ、お願いします。はい、キューバ、あ、これですね、よいしょ。動画、これ用意してありますよね。10番と。これは 10番、10番が。え、あ、じゃあ10番出しますか。はい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 。じゃあ、スタッフさん10番お願いします。百聞は一見にしかずというか。はい、はい、お願いします。乙武氏は東京都出身の48歳。作家やコメンテーターなどとして活動してきました。東京都の小池知事が特別顧問を務める地域政党都民ファーストの会が国政進出に向けて設立したファーストの会の副代表を先月から務めています。誰にでも等しくサポートをする存在、それが政治です。誰よりもサポートを受けることの重要性を実感してきた今、困っている人、今サポートを必要としている人々の力になりたい。諸派の新人で大学客員教授の飯山あかり氏、イスラム思想の研究者です。クリーンな政治の実現とともに日本を豊かに強くすると訴えています。はい、どうぞ。あ、そうか、これしかやってなかったのか。誰か他の人が、ちゃんと、全部を出してないな。これね、おたたけさんだけでなくって、他の候補者、僕のじゃあ、9番出してもらっていいですか。他の候補者、おたたけさん、酒井さん、金沢さん、吉川さん、須藤さん、秋元さん、これ全部、NHK は、動画を出してですね、秒数も、大変多いんですよ。30秒とか、一覧を作ってくれてるツイートがあったんですけれども、それで飯山さんだけこの、本当に、しょぼい静止画だけで、しかも、15秒だけの、コメントなんですね。もう明らかに差別的な取り扱いをしているんですよ。もう飯山さんはもう事務所も、事務所開きもして、もう毎日街頭演説をしているから、まあその東京都内のことですからね、この NHK とかいうところが取材をしようと思ったらいくらでも放送の資材っていうのはこう取りに行けるんですね。でところが、そういう取り扱いをしていることについて、10番では、有本さんもですね、これは本当問題だから、党として、NHK に、きちんと問い合わせますと。こういうふうに言って、で、皆さんも意見を寄せてみてくださいと。で、そして、くれぐれも暴言でなく常識的な表現でお願いしますというふうに、有本さんもね、ただの、なんだろうな、乱暴な芝北みたいなことをやらないでいただいて、ちゃんと冷静にね、抗議をしてくださいということを言っているわけです。あ、これですね。はい。ここにある通り、この高橋さんがですね、乙武氏は46秒、酒井さん36秒、金沢さん37秒、吉川さん37秒、須藤氏22秒、秋元、この有罪判決を受けた人28秒。で、飯山さんは政治家で15秒と。これ本当に、放送法4条に絶対に抵触していると私は思います。もう、
この選挙という民主主義の根幹に関わることで、こういう差別的なことをやった時点で、私は NHK というのは手を挟むべきだと思いますね。少なくとも、国民から強制的に受信料を徴収できるような権利を与えるべきではない。ここからも本当にね、これを民間に改組するときじゃなくても、ペンペン草一本生やすようにも、このもなくして、ゼロにして、別途、国民のための、国営放送、公共放送じゃなくて、国営放送、そして、民間の、本当の民間の放送局を作るべきで、これを何か移行する、NHK をね、職員を生かして、何かに移行するなどというのは私は反対ですが、本当にこういうことを、国民のための、テレビ局がやっていると、許しがたいと思います。はい、45分と、なりました。今3700人、ご視聴いただいてます。本当にありがとうございます。4000人いくかなと思ったけど、4000人はいかなかったけども、3900人以上、本当に記念すべき、回になりました。悔しいけど、これも小池パワーなんでしょうか。否定したいなと思いながら、以上、一般公開ライブです。どうもありがとうございました。おやすみなさい。また明日。はい、それでは一般公開ライブからメンバーレベル2に行きたいと思います。まあちょっと露骨だよね、さっきの NHK のやり口はね。あのテレビでいつでもああいうことやるんですよね。昔台湾でたらめなドキュメンタリーで作ってジャパンデビューっていうやつでね、台湾の日本統治時代を知ってる方が、日本統治時代よかったよかった、こんなことあって延々と喋っていた中で、なんかこう誘導尋問みたいにされて、なんかちょっとでも辛いことなかったですかとか、一生懸命 NHK のね、工作員が聞いて、で、いや、ちょっと悲しいこともあったかなって、そこだけ切り取って、NHK で、日本は台湾人にこんなひどいことをしたって言ったら、その台湾人が本人がその番組でびっくりして、俺こんなこと言ってないって言って、裁判をしたんですけど、なんと日本の、裁判所は、その、台湾人の方、敗訴にしたんですけどね。クソみたいな国です。まあやっぱり権力ですね。もう NHK を牛耳る側に立たなきゃいけないですね。なんかチャット欄、小池パワーではないね、小池パワーなわけない、いや、勘違いされたらごめんなさい。たまたま小池さんのね、やっぱり話題っていうのが良くも悪くもこれほど盛り上がるっていう現実がやっぱりあるかなと思います。はい、お気持ちよくわかります。はい、それでは12番、いきましょうか。ちょっと11番、飛ばして、これ副団長のツイートなんで、解説とコメント、13番も合わせてお願いします。はい、はい、これはさっきは NHK で、次は、TBS、はい、TBS もですね、前の番組で取り上げた通り、はじめ、5人だけ候補者を紹介して、飯山さんをもう触れもしなかった、静止画も出せなかったっていうか、ね、そういう差別的取り扱いを TBS でやりましたが、別件ですね、これはトースポの、記事です。日本の芸能界も標的化、TBS オールスター感謝祭が、中国 EC、これなんていうの、テムって言うんですか、テム知らないから、こんなもん知らないけど、とコラボで、物議と。で、なぜか知らないけれども、TBS がですね、このなんとか日本の芸能界と、中国を、結びつきたくて、しょうがない。ギャラをもらって宣伝する企業案件ではないと釈明したけれども、自己判断で利用してくださいみたいなですね、こういうことを、TBS がやっているということについて、やっぱり懸念とか批判が殺到していて、それを、トースポが、取り上げている。でも最近は、朝日新聞、毎日新聞、東京新聞などという大手紙よりも、トースポとかですね、夕刊フジの方がですね、よほどクオリティよっぽどクオリティ、トースポ最近いいでしょいいですね私ね、実は
親戚に関係者いるんですよ。ああ、そうなんですか。じゃあ、下についてたって、はい、多分書いてると思います。はい。ということであります。でそして、13番も一緒に、関連して取り上げるということで、フィフィさんですね、エチオピアから、はい、日本人の、ね、方とご夫婦になられて、まあ、日本でタレントとして活躍されているフィフィさんの、ツイートで、これ、シーンっていうんですかね、シーンっていうんですかね、シーンです、シーン。シーンでいいんですか。シーン。はい、シーンやティムなど、中国の格安 EC サイトの問題点は、強制労働による製造の疑い、デザイン盗用の知的財産の侵害、個人情報が中国政府に渡るという国家安全保障上のリスク、それに加え、製品から高濃度の発がん性物質も確認されました。個人情報の流出については、中国の TikTok も以前から指摘されていますと。まあ、とにかく中国発のいろいろな、製品でもサービスでも何でもですね、もう自動的に中国政府の情報収集やプロパガンダや工作や、あるいは、中国国内の奴隷労働や知的財産権の侵害やですね、もう犯罪のデパート、まあ、みたいなものに、どうしても関与せざるを得なくなってしまう。あそこと、お買い物したり、ビジネス、利用したりするとですね、もうそういうことを本当は政府がきちんと啓発して、まあ、場合によっては、法並みでもって、日本の市場に参入することを禁止するとかですね、もう日本の、消費者の危険が及ぶものはもう、売買禁止とか、そういうことを本当はしなきゃいけないんだけれども、まあ、今のところ日本政府はそういうことをやる脳がないので、文化人口放送とか、フィフィさんとか、いろんな方がこうやって警鐘を鳴らすしかないと、こういう状況でございますね。まあ、警鐘を鳴らしてもね、変わらないんで、国がやっぱり動かなきゃいけないっていうところなんで、お付き合いいただければなと思いますけれど、これ、支援ってまだあったんですね。2年ぐらい前、ちょうどそのコロナ禍の中で、女子高生とか女子大生の間ってめちゃくちゃ売れたんですよね。そうそう。ね。すごい売れて、はい、だけど、まあ今、副団長の指摘にあったようなことがあったり、あるいはやっぱり、ウイグルでね、安いものが作られていたり、要はジェノサイド商品ですよ、いわゆるね。うん、そんなんでダメだっていうことで、シーンがまだ生きてたんですね。すごい流行ったけども、もしかしたらちょっと経営が厳しいから、この、オールスター感謝祭の、コラボ、テムと一緒に、どっかの誰かが持ち込んで、やったのかも、知れませんよね。で、まあ、TikTok もね、相変わらずそうであります。でもやっぱり、米国がね、国防権限法で、エンティティリスト、こういった企業の製品は買っちゃダメですよ、輸入しちゃダメですよ、提携しちゃダメですよ、あとは投資については SDN リスト、この企業からの投資を受けてはいけませんよってことを全部リスト化するわけですよね。ところが日本の、立法文化の中には特定の国であるとか特定の企業であるとかいうことを法律あるいはその運用の面でね、リスト化するっていうのをことほど左右に嫌うと。だけども嫌うということを例えば中国やなんかは分かってるからこういうことをやるわけですね。このね、ずっと続く日本の、良くない、立法文化っていうのはちょっとこれ打ち崩していかなきゃいけないということをつくづく思いますね。でも、もう私も、はい、追加で言わせてもらえば、どうぞ。岸田さんはね、LGBT 法のあの強引な手法をこういうことに、ね、振り向けてくれと思いますよ。まあもちろんそうですね。こういう、リスト化とか今までやっていないことについて、きちんと、LGBT 法みたいなもののご利用じゃなくて、こういうことで、強引な手法を使ってでもですね、
日本国民を、まあ、危険から遠ざけるような法規制をして立法化するっていうことをね、やってもらったら支持率上がると思いますよ。うん、そうですね、まあ、セキュリティクリアランスを、ね、成立させたっていうのは、これはまあ、不十分な部分もありながら、これはやっぱり岸田政権の成果ということでね、これは大いに評価したいと思いますよ。最初はやりたくなかったらしいですけどね、高市さんが説得して、最後は総理が分かった、やりますということなんで、これは堂々とね、岸田政権の功績にすればいいと思うし、今日ちょっと構成には入ってないんですけど、皇位継承のね、安定についても、まあ、自民党、公明党以外は、男系の養子縁組についての提言書を、まあ、出しているわけですけれども、今日なんか公明党が自民党に、まあ、内緒でか分かりませんけども、フライングして、出してましたよね。ああそうですか。で、中見たらね、そうです。女系天皇について、なんか、道筋がつきそうなようなことを書いてあるかなと思ったら、全然そういうことも書いてなくって、まあ、日本の尊厳と国益を守る会で政府に出した提言と、まあ、ほぼほぼ同じ内容なんで、お公明党やるじゃないかと一瞬思ったんですけれども、党の自民党が出してないっていうなんかね、抜け駆けされた感じがしましたよね。じゃあなんで自民党が出してないんだろうっての話になると、多分公明党と歩調を合わせていた矢先に公明党が抜け駆けしたんじゃないかなって思います。だったらもう自民党がやって、いわゆる男系男子の養子縁組制度についての皇室典範の、ね、改正をね、この通常国会の中でやれば、これは岸田政権の功績になるし、今のところ女性宮家についてのことだとか、女系天皇にたどり着くようなそういう内容にはなってないんでね、これはこれでね、岸田政権の功績にしていただければいいんじゃないなというふうに思います。まあ、ちょっと雑念してすいません。はい、さあ14番と15番ちょっと合わせていきましょうか。ちょっと時間がないので、これはまあ皆さんご承知の通りです。陸上自衛隊の第32普通科連隊、公式 X で大東亜戦争と表現、ね、そして15番の矢口康之、杉並区議のツイッターを副団長がリツイートしておられるんで、解説とコメント抱き合わせでお願いします。はい、まあ、これはですね、32かな、普通科連隊が、まあ、その硫黄島、硫黄島の、まあ、大東亜戦争の激戦地、硫黄島っていうような文脈で、まあ、ツイートしたことに、ついてですね、これ、要するに、まあまあ、朝日新聞が大東亜戦争なんて言葉を使いやがってみたいなですね、まあ、非難の仕方をしたわけです。これについて、まあ、いろんな方がそれぞれきちんとご指摘をされていますけれども、この、自民党の矢口康之杉並区議のツイートが一番ですね、私はまとまっていてよかったなと思ったので、これを紹介させていただきます。大東亜戦争は日本政府が正式に決定した名称です。そもそも大東亜戦争は日本の自存自衛と東アジアの欧米による植民地支配からの解放を目指すための戦争でした。戦後 GHQ 占領下において禁止されていた大東亜戦争呼称廃止覚書は1952年に失効しています。にもかかわらず、朝日新聞が騒ぎ立てているようですが、気にすることはありません。自衛隊の発信は正しいものです。まあ、こういう、発信をされているわけですね。要するにこう、日本の再独立、主権回復によってですね、GHQ の命令っていうのは、すべて失効しているんですね。ですから、大東亜戦争という言葉は、今の、外務省、政府は、まあ積極的に使用しない、けれども、別に使っちゃいけない。ない禁止語になっているわけでは、GHQ がやってきて逮捕するわけではないんですね。もうこれはもう、こういう言葉を、まあ、しかも歴史用語でありますので、大東亜戦争の激戦地、硫黄島、硫黄島、私は、もうこういう発言、表現、ぐらいは、もう日本は
認められるべきだというふうに思います。はい。まあ、法的に何も問題ないわけなんで、これをちゃんとね、突っぱねていただきたい。だけど、確かこれ、全体は削除しちゃったんですよね。これやっぱりね、突っぱねてもらいたかったなと思って、せっかく出したならね、ここのとこですね、やっぱり、打たれ弱いというか、まあ、せっかく今ね、防衛大臣、木原稔さんなんでね、木原稔さんだから、これはちゃんとね、普通科連隊をね、守ってくれますよ。はい、そういうことで、23日となりました。今日は本当にもう4000にもう少したどり着くようなたくさんの団員に、ご視聴をいただきましたことを心から感謝申し上げて、メンバーレベル2以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。副団長もお疲れ様でした。ありがとうございました。